服や靴をクローズアップするカットのために縫い目までモデリングしたい時がありますね今回のクイックティップスでは新しいマクソンカプセルを使って簡単に縫い目をモデリングする方法を紹介しますまず T シャツのモデルを選択してエッジモードにしますそして縫い目を入れたいところのエッジを選択しますエッジをダブルクリックするとループ選択ができます選択できたら メッシュメニューからエッジをスプライン2を選びますそうすると選択してたエッジがスプラインになります次にアセットブラウザーからダッシュスプラインモディファイアを探します DASH で検索すると見つかるはずですこのモディファイアを生成されたスプラインの子にしましょう2月に公開されたこのモディファイアはスプラインを破線に変更するためのものです見えづらいのでスプラインの基本タブで表示カラーを赤にしておきましょう こののように、に破線になっているのがわかります。モードをカウントにしてカウントを200にしてみましょうさらに円形スプラインを作成して半径を小さくしますスイープジェネレーターを作成して円形と縫い目用のスプラインを小にします。結果を見ながら、 円形のサイズを調整しますキャップも有効にするとより自然になります見えづらいので縫い目に赤いマテリアルを割り当てておきましょう結果を見ながらダッシュスプラインモディファイアのパラメーターを調整できるのでとても便利ですビジブルの値を変えることで 縫い目の間隔が調整できますモードをカスタムにすると縫い目のパターンが作れます有効なところが連続するとつながりオフのところは隙間になりますこのチェックは自由に数が増やせます縫い目があると服にも説得力が出てきますのでぜひ活用してください ご覧いただきありがとうございます。気に入ったらコメントやチャンネル登録をお願いします。